カルローズはアメリカ合衆国カリフォルニア州発祥の中流種のジャポニカ米の品種である。1948年にカリフォルニア州で開発され中流種を中心としたカリフォルニア州の米産業の基盤となった。カルローズはコロロとカレディを交配させたものにカレディを戻し交配したものである。このコロロはワセト船から選抜された品種でカレディの 主子親でもある。現在カリフォルニア州で栽培されている約80%はカルローズである。アメリカ国内使用及び大韓民国、台湾、香港、カナダ、スペインなどをはじめとする40カ国以上に輸出されているためよく知られている。日本では主食用の外国米のシェア8割を占め外食産業が割安なカルローズを使用する例が増えている。 吉野家では2017年からカルローズと国産米のブレンドを使用し、高楽園ホールディングスではチャーハンに使用している。丹流種のコシヒカリや秋田小町が硬いのに対してカルローズは柔らかい。おにぎりや寿司にも使用される。単に炊いて食べるのにも向く。スープサラダにも使われる。ただしリゾットにはアルボリオ前の方が向いている。 なお、市販されている米では、カルローズと書かれていても実際には、単粒種も混じっている。アメリカにおける稲の栽培は17世紀に遡る。カリフォルニアでも19世紀に主に、中国からの移民が増えたことで、米の需要が発生したが、暑すぎるため稲の栽培には長らく成功しなかった。1908年に、土壌学者の WW 巻が日本から輸入した。 中流種の品種を使い、サクラメントバレーのビッグズで初めて稲の栽培に成功した。商業的な生産が1912年に始まった。ビッグズにはカリフォルニア米の試験場が作られ、ここでいくつもの新しい品種が開発された。コロロという品種は1921年から栽培されるようになった単流種で、1949年には、 カリフォルニアで栽培される稲の80%を占めていた。この単粒種コロロに、長粒種のレッディライトを交配させたのが1934年の中粒種のカレディで、質は良かったが、収穫量が少なかったために普及しなかった。1948年にコロローとカレディを交配させることで開発されたのがカルローズである。カルローズのキャルは、 カリフォルニアで開発されたことを意味し、ローズは中流種であることを意味する。現在カリフォルニアでは公的に認められた稲の品種が17種類ある。カリフォルニアの米の95%が単流種、中流種のジャポニカ米であり、アメリカが衆国全体で蝶流種が74%を占めているのと大きく異なる。ありがとうございます。